三河湾で取れたデータをベースに、1日テストすることができました。でそこで結構足回りセットアップ変えたものも試したりしてかなりいい発見ありましたし、唐津の道はグリップが高くて本当にコーナリングスピードでタイムを出すっていうようなラリーですので、まあ、だいぶ戦い方違ってくるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、車は絶好調だったんでラリーを通じて気持ちよく走ることができました。まだまだ車のストライクゾーンと自分の運転を合わせきれる範囲が狭いかなっていうのが、まあ、自分自身の反省でもあるんで、久間高原以降のラリーに向けて見直していきたいなというふうに思います。ラリー2と比べても加速性能に関してはそこまで DAT の車差がないところまで来ていると思ってますんで、直線を大事に使うような走り方を意識していただいてます。まあ、ストレスが溜まるような走り方をされることもあると思うんですけども、走り切っていただいて感謝しております。初戦はすごいバタバタしてしまったっていうところがありますが、今回はそれぞれが確実にやれてるっていうところが良かったなと思います。安全に走ってもらうために全てのチェックを欠かさずやらさせてもらって、ドライバーが気持ちよく帰ってきてもらえるってことを目指してやっていきたいと思います。次戦は熊高原ラリーです。天気は難しいラリーですが、チーム一丸となって頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。